き。ありえない。なんでカワキがこんな奴らを。誰、どいつもこいつも。ボルト、二人を頼む。なんてことしてくれるのよカワキ。あんたは器。その体はあんたのものじゃない。何と言えばわかるの。器って言ったな。器とは何のことだ。関係ないのよあんたたちには。この後すぐ死ぬんだから。ねえわよ。やるわ。絶対にぶっ殺す。おい、言ったよな。子供たちに指一本でも触れたら死ぬほど後悔するぜってよ。お前だけじゃねえ。必ず探し出して全員ぶっ潰す。いいぞ、もっと近づいてこい。死ね。大玉の洗顔。こんなもの楽に吸収できんのよ。マジかよ。何やってんだよ父ちゃん。超大玉な洗顔。大丈夫かなこと。出たけりゃ死ねないとでも思ったの。舐めてんじゃねえわよ。無駄だ、全部吸収されるぞ。いや、多分父ちゃんの狙いはそこじゃねえ。なんて膨大なチャクラ。こいつ限界ってもんがないわけ。それをパンクさせる気なんだ。なんてこと。目の機能がぶっ飛んじまってるわ。やった、うまくいったってばさ。クソ、誰が。最初に吸収した俺の螺旋岩を。容量の限界だってあるはず。ドヤ顔で偉そうに公爵取れてんじゃんねえわよ。超大玉螺旋岩。そりゃ連れ帰って尋問すんだよ。何、まだ生きてるのかデルタは。奴らを甘く見るな。今すぐとどめを刺せ。カワキ。クソ、自爆しやがった。さすがだ、渦巻きになると。とてつもない力だカーマ。その秘密を知ることが奴の弱点を知る唯一の鍵。渦巻きボルト、君が握っている。坊主の病気がひどくなったらどうすんだ。でも救世主様が来てくださるかもしれないのよ。どんな病も治せる救世主なんているもんか。悪いのはあのヤブ医者どもだ。国士さん、見慣れねえ奴らが来てる。あんたも来てくれ。何者おめえら。
恐れることはありません。我々はあなた方を救いに来たのです。わからねえけど、嘘みてえに息が苦しくねえんだ。お前らを救いに来たってよ。どうか息子の命をお救いください。ガンジー、ありがとうございます。救世主様、救世主様は皆さんを苦しみから解放するために来てくださったのですから。救世主様、本当にありがとうございます。お前らは本当にめでてえ野郎だな。今回助かったのは俺がたまたま気づいたからだ。この貧乏暮らしからは永遠に逃れられねえ。違うか。どうしようもねえんですよ。それはお前らが悪いんじゃねえ。だが俺は知ってるぜ。お前ら全員が望み通りの人生を手に入れられる方法を。無限つくよみという名のゆりかごにな。無限つくよみ。無限つくよみならば決して覚めることのない幸福の世界を実現できる。俺がいい夢見させてやるぜ。救世主様、俺たちに夢の救いを。やあボロ、ご機嫌はどうだい。何しに来やがったコード。せっかくアマドからの伝言を伝えに来てやったのにさ、今すぐメンテナンスに来いって。カンカンだったよ彼。人を騙すのって楽しい。僕は別に力ずくで連れて行ったって構わないんだよ。分かってくれて嬉しいよ。頻度が上がっている。十分注意しろよ。まだ戻らん。デルタも音信不通だ。ったく、あいつらどうなってる。だが絶対に見つけ出してやる。まあいいだろう。ああ、ちゃんとあるってばよ。俺にチャクラがあるならよ、修行。